より、インティラックハウスレクチャーシリーズ、パート1ということで、トピックとしてバッチニューイン東北、東北から日本を開墾する、というテーマで、開催させていただきます。本付近でございますが、2011年3月11日のですね、大震災の直後に当時のカタールの首長が、救援活動と被災者支援のために送っていただいた、1億ドルの義援金ですね、これをベースに設立されております。子どもたちの教育、健康、水産業、そして起業家支援と、4つの分野を支援分野としてさまざまなプロジェクトを支援していただいておりまして、私どものプロジェクトインティラックというのは、その起業家支援のですね、分野の唯一のプロジェクトになっております。今回テーマは「ニューイン東北」、東北から日本開墾するとさせていただきまして、東北にて起業家支援分野とですね、さらには実際に起業家としてご活躍をされているお二人をお招きいたしました。皆さんの心の中では3月11日3年半前一体何が起こりました、それから何をしたでしょうか。で、このお二人はそれを契機にガガガッと変わっちゃった人ですね。だから変わるか変わらないかっていうのはその人その時の会った時のへその下よ、へそガッツだよ、どっちを取るか、こういうことなんだね。私は本当にこの3年前の震災でですね、大きく、人生変わったなっていううちの一人だと思うんですけども、まず地震の時はですね、駅のすぐ近くでこう、震災に遭いまして、それから家族をまずケアするっていうことで、頭を使ったんですけども、それからちょっと一段落してからですね、ちょっと自分も何かやらなくちゃなということを思いまして、でその時にじゃあ瓦礫片付けとかですね、人命救助ということで沿岸部の方に行くべきか、それとももっと他にやることがあるのかなと思いました。でその時私はですね、ベンチャーキャピタル、ベンチャーに投資をするという仕事を東北でやってましたので、私にできることってもっとあるはずだと思いました。でそれでですね、これはいち早くですね、今の救命フェーズじゃなくて復興フェーズ、経済復興のフェーズに向けて自分はこの時期からもう準備をしとくっていう、先駆けて準備しとくっていうのが自分でやるべきことだなというふうに思いまして、会社に勤めながらですね、その投資の仕事を勤めながら、そういったことを、やってたんですね。今のですね、私は起業家の支援をやってます。復興でですね、起業家を支援して、経済をですね、活性化させることが重要だというふうに思ってまして、特にこの志っていうのをね、前面に打ち出して、そういった思い、世の中を良くしていこう、地域を良くしていこうっていう人をですね、どんどんと後押ししていこうっていうことをやっております。当時岩手で県議会議員をやってまして、で3月11日はちょうど県議会で決算委員会やってたんですね。で県道整備部っていうところの、土木関係 の決算の質疑やってる時に言われたんですよ。僕は被災地っていうのは創造的なスペースの間と思ったんですよ。日中もサッチもいかなくて既得権でがんじがらめになってるこの国の中でもうゼロからのスタートだ。で僕は創造的なスペースにもう要はですね、どんどんこう創造的なスペースが縮まっていったんですよ。震災を元に戻そうってエネルギーがやっぱすごくて、で戦後の復興はもう全国土が被災して公職追放で偉い人もいなくなったし、ここでこうやっぱりみんな変わるしかなかったと思うんですけど、価値観の回転もしましたけど、今回は東北の一部だけ被災してですね、旧体制もそのまま残ってるので、だからそこにこうどんどんスペースがなくなっていくところに、僕は亡くなる前にくさび打ちたいと思った時に、政治のスピード感じゃもうダメだと。で政治は100人いたら100人考え方違うので、どうしても結論たわむしろになるし、ただ決めれば税金投入なので一気に変えられますけれども、そのスピード感でやってたんではもう閉じてしまうと思ったので、事業は反対する人の意見聞かなくていいので、賛成する人の意見だけ聞いて、もう短期間でもう小さな成功事例を作れるっていうふうに思ってですね、それで事業を選びました。周り、起業家支援とかですね、起業家に対する周りの目線が少し変わってきたかな、期待感が出てきたなっていうふうに思ってまして、今まではですね、起業家なんていうことは全然あれなんですけども、今はですね、逆に例えば、地域のですね、地銀の、役員の方がですね、いきなり黒塗りのですね、車でぐわっと来ましてですね、私たちが運営しているさっきのコワーキングスペースのところですね、乗りつけてですね、で役員の人が来て、なんだやろうみたいな話ですね、するんですね。そういった感じでも起業家に対する、期待感とかです
ですね、そのあたりが、まあ、役所の方もそうですし、あと地域の方なんかも割とこう、震災後にこう元気のいい人たちがいろいろ頑張ってるみたいなのが聞こえてきてですね、で自分たちの知らない世界があるんじゃないかとかですね、そういった形ですごく期待を持ってもらっているところです。そうで、原発との兼ね合いって、僕はどっちがいいとか悪いとかじゃなくて、今回いろんな活動される中で、なんかこう、影響があったことってあるのかな、そのこれまでと違うっていう意味で言うと、原発はだいぶ違う要因になってると思うんですけど、それはあまり関係ないですか、原発の事故っていうのは、皆さんの活動にとって。いや、1、2、3年やってるんで、風評は福島に限らず、あるし、長引くと思ってるんですね。やっぱりそういう大変なところから、新しい芽っていうのは必ず生まれるので、例えば風評被害を乗り越えるために福島県のいわき市なんていうのは徹底して見える化やってるんですけど、あれは別に原発の事故がなかったってどこでもやんなきゃいけない取り組みなんですね。だからそういうやっぱり一番大変なところから原発事故が始まるんだと思うし、まあ、あとやっぱ東北人、僕は岩手の花巻っていう人もあれですけど、その東北人としては悔しいですね。この、まあ、地震の前でこのベンチャーキャピタリストとしてはこの地震後でこの投資の会社の違いところは何ですか。まあ、ベンチャーキャピタルって一般的にそうなんですけども、まあそのビジネスモデルだったりとかですね、技術だったりっていうところを割とこう、まあ、見てですね、市場性があるかどうかっていうところで、まあ、投資したりっていうことっていうのがあります。でも、まあ、震災後ですね、私が強く感じたのはこの、まあ、事業を起こすときってまあ、ビジネスモデルだったり技術だったりもちろんそれはまあ大事かもしれないけども、それよりも絶対もう志だと、もう確信しました、ね、みんなベンチャーやりたいなとか言ってるけど踏ん切りつかないんだよ、そこはここで考えちゃうからだって、うん、で一歩出られないんだよねって大体若い人言うんですよね。一歩出ようと思うからいけないんでさ、二歩出ればいいんだよだからガンって殴られたって一歩下がったって一歩出たじゃん、しかも殴られたことで賢くなってくる。時々は散歩出ろって。いや、 やっぱりさっきも話しましたけど、まあ、今世紀の中の世界人口が多くなって最後のエネルギーの最大値が分かっているので、やっぱ価値切んなきゃいけないと思うんですけど、僕はやっぱりその向こうの気候っていうのは、まあ、日本に比べて、まあ、ヨーロッパもそうですけど安定してて、で日本っていうのはやっぱり西欧、まあ、アメリカに比べるとですね、もうすごい震災とか土砂崩れとか今噴火ってますけど、今に始まった話じゃなくて、古来ずっとその荒ぶる自然と僕ら向き合ってきたんですね。でそこからやっぱりその荒ぶる自然とどう向き合って折り合いつけて、で知恵絞って、まあ、文化技術っていうのを磨いてきたからこそ、日本の地理産業のそのスキルっていうのはもう世界最高水準だと思うんですよ。でそのやっぱりさっきも繰り返しになりますけれども、人間の力ではいかんともしがたいことがあるんだよっていう、その日本の、まあ、東洋の僕は考え方思想っていうものを伝えたいんですね。でどっちが正しいかって軍配を上げるつもりなくて、えらくバランスが今崩れてると思うので、その向こうの文明とこっちの文明との均衡をやっぱり測っていかなきゃいけないと思ってるんですよ。なので、まあ、そういうちょっと大きな話になってしまいましたけれども、まあ、そういうその日本のものの考え方とかですね、それがやっぱり被災地って東北の地産の世界にはまだ濃厚に残ってるので、それはやっぱり学んでほしいなっていうか思いますね。こういう2人の、不惑の男性、3月11日を経験変わったぜ、それが俺の心にもともとあったんだよ、素晴らしい話だなと思うので、まあ、これで竹川さんに渡そう。ありがとうございました、お二人。